スノーキーこと小手川幸也です。週末恒例、今週の株、為替、暗号資産、材料振り返り、そして来週の戦略動画ということで、先週お休みしてしまい、すいませんでした。でこちら先週の材料、そして今週が、こんな感じの材料が出ております。はい、まあメキシコが、サプライズ利上げがあったとかね、まあエルサルバドルが、ビットコインを法定通貨にっていうことの後の、まあ、またさらにニュースが出ております。はい。で、現在の私の保有ポジションはこんな感じでですね。いや、もし暗号資産もう一段ガクッと下がる場面があれば、ちょっとそこはリップルを買いたいなと思っております。はい。まあ、もう一段下がる場面がもしあればですね。はい。ループイフダンの成績公開記事を確か、この先週今週で、法人と個人と両方公開していると思うので、興味のある方はブログの方を覗いてみてください。はい。で、まず日経225冷やしチャートですね。はい。まあなんか絶望的な売られ方をしてから、戻しては来てはいるんですけども、まあよく見るとね、狭いレンジ内での、まあ、揉み合いとなっており、このまま6月、どうでしょうね。29,000 円台キープして終われるのかどうかというところで、まあ、トレンドを見るとやっぱりちょっとこう下がってきているのかなっていう感じです。で、アメリカの方はですね、まあまあまた、リバウンド反発して、ニューヨークではそうでもないんですけども、ナスダックの方がなんとね、あのドカッと下がったところが結局絶好の買い場だったと、いつもの、アメリカ株のパターンで、史上最高値更新、そして、S&P500 の方も史上最高値を更新ということで、いやー本当にもう買うんだったらアメリカ株価指数ですね。はい。で、まあこちらは、チャートだけ、で、ビットコインですね。まああんまチャートとか見てなくってニュースだけしか見てないんですけども、そろそろ上がってるのかなと思ったら全然上がってなかったっていうね。まあ心当たりでちょっとエネルギー貯めての上にバイーンというとこですかね。まああのちょっと前、今年、年末から今年にかけての、まあ、リップルみたいなね、リップルも、まあ、30円とかでずっと横横になって、そっからバンと上に行って、150円まで行ったんで、まあまあ、ビットコインに限らず、暗号資産はちょっと横横からのバインを待ちたいと思います。もう中国動向の、下落っていうのは、もうちょっともうさすがにどうなのかなっていう、あるのかな、どうなのかなっていうところですね。はい。で、ここから為替ですね。米ドル円の方は、まあ、じり高傾向ですね。はい。ついに、111円、タッチして、ここを確か超えてるはずなので、これ去年の、まあ、コロナショックの前ぐらいの水準ですかね。2020年多分2月ぐらいの水準だったと思います。あの日確か、JFX さんで、小林義彦さんの、YouTube に多分出させてもらった日ぐらいが112円つけたとこだったので、まあ、それ以来の高値ということで、そうですね、まあまあ、じりじりと上に行くのかどうかっていうとこですね。はい。で、まあ、ユーロ円が、まあ、先週大きく売られて、ちょっと今ね、ここの、サポレジを一旦割った後は反転して上昇しているというところです。まあ、ちょっとまあ、ここからまだ強気にっていうところもどうかなっていうところなんですけど、まあ一旦投げられてそっから上っていう感じなのかなと、欧州通貨ユーロ、A ポンドに関しては。で、A ポンドの方も下がってやるんですが、まあ投げられたっていうことではないんですけども、下がってまた戻して、うにゃうにゃうにゃっていう感じですね。はい。で、これ、ユーロドルの方で見ても、まあ本当にね、毎回言いますけども、もうやってくれるのかと思ったら全然やってくれないね、ユーロドルちゃんということで、バーンと下がっていって、で、さすがにまあすごいピッチで売られすぎたので、まあ買い戻しは入るんですけども、ちょっと上ヒゲ、にょこにょこついてるのがまあ気になりますけども、まあまたここまでっていうどうかなっていうところですね。はい。で、A ポンドドルの方もまあこの横ばいのあたりはね、まあどうかな、怪しいなって言ったんですけど、やっぱ下がっちゃって、買い戻し入って、木金にかけては売られていると。まあここもここを抜けるほど下に行くかどうかっていうとこちょっと難しいです。アメリカの FOMC 政策金利発表あたりの祭りのようにね、バーンと米ドル買いに動いて、まああれがちょっと祭りだったのか本格的な米ドル買いトレンドになるのかというのとこちょっと今難しいところですね。はい、まあ瀬戸際というか。で、ユーロ A ポンドの方は、まだじりじり下がったんですけども、ここでは反転ということで、ちょっと値幅がね、小さいので、リピート系でもなかなか
取れてないんじゃないかなっていうところですかね。はい。で、中国人民元はチャートだけ。はい。で、5ドル円ですね。久しぶりにね、ストーンと売られましたね。はい。まあ、ここもちょっと一回落ちそうな雰囲気はあったんで、ただまあ、落ちた後の買い戻しの勢いが、結構まあ、すごいというか、早かったですね。はい。まあ、これもね、一旦また定位置に戻って横横になるのかっていうとこですかね。はい。で、ニュージーランド円も、まあ、高値からは、結構下がって、そこからまた買い戻しが入ってという値、ね、動きとなっております。はい。で、5ドルニュージーランドルの方は、まあ、相変わらずなんですけども、トラリピで5ドルニュージーランドドル、取引されている方は、スワップ00キャンペーンが終了になるんですけども、点々点ということをシストレサイトの方で書いたので、もし運用している方は、こちらチェックしてみてください。トラリピで5ドルニュージーランドルやってる方、特に両立てやってる方ですね。はい。で、カナダドル円ですね。まあ、これも一応スコーンとは落ちてるんですけども、その落ち方がそんなにね、値幅は大きくない。まあ、やっぱそこがカナダドル円の、まあ、いいとこでもあり、まあ、ある意味物足りないとこでもあるのかなというとこですかね。はい。で、原油の方が堅調です。すごく綺麗な右肩上がりのトレンドで、73ドルまで上げてきております。いや、そんなに上がらんでいいねんけどなーって思いながらいつも見てるんですけども。はい。で、トルコリラ円の方はですね、一旦まあここのね、ここの安値、ここの安値まで下げて反発はしたんですけど、またじりじり下がってというところです。まあ、ただここをしっかりというかね、明確に抜けなければ別にこの辺りうにゃうにゃしてる分にはスワップ投資に関しては全然関係ないんで、まあまあ長い目で、見たいと思います。ただまあ上に上がったところでは、差し値決済の差し値注文入れてるんで、まあそこでは利益確定は一旦する予定ですけど、まあまあいつの話になるか分かりませんけど。はい。で、やり方等は動画概要欄に貼っております。で、メキシコペソ円ですね。ここも久しぶりに値動き出てスコーンと落ちていったんですけども、まあ、そこから反転して、そして利上げもありということでですね、ちょっと週足チャートで見てみるとですね、もうこれここら辺りがね、もうすごく雰囲気よくって、そこからコロナショックで一気にストーンって落ちて、まあ、その水準ぐらいまで、戻してきました。この辺り、この辺りがですね、大体、コロナショック前のレンジなんで、まあ、ここに定着できるのかどうかっていうところですね。で、私今ループイフダンで、回してるんですけども、まあ、ちょっとあんまり上の方まで来るようだと、やっぱ一回は止めたいなとは思いますね。はい。で、南アフリカランド円の方も一旦まあ円高方向に触れて、買い戻しが入りつつあるというところです。はい。で、来週の重要指標などなんですけども、まあ、日銀短観と、あとまあ米雇用統計があります。まあ、ちょっと FOMC がね、お祭りのような形になったんで、まあ、ここでまた、数字良ければ米ドル買いになるのかもしれません。はい。で、こういったことどうやって調べてるのっていうのは、この動画概要欄に収集方法を書いております。まあ、アプリ自体広瀬通商さんと JFX さんもの一緒なので、どちらでも私のブログ経由だとタイアップキャンペーンで特典がついてきます。はい。スノーキーの来週の戦略です。米ドル円はやや強気、ユーロ円は強気、英ポンド円はやや強気、豪ドル円やや強気、ニュージーランドル円やや強気、そして、ユーロドルは強気、英ポンドドルはやや強気ということで、これらはあくまでも私の個人的な見解をお伝えしているだけなので、投資に関する最終決定はご自身の判断と、自己責任でお願いいたしますということで、そうですね、まあ、ユーロ、英ポンドはまあちょっともう FMC 絡みで売られたけど、もうそこまで下まで行くかなどうかなっていう感じですかね。で、まあ、雇用統計を迎えて、さてどう動くのかっていうのがまあ来週です。はい。で、ここで一旦告知ですね。私のブログサイトと、いろいろな会社さんと限定タイアップキャンペーンやってまして、特典がついてきます。ちょっと最近ね、お申し込みが少ないんで、もしよければ、お申し込みください。動画概要欄に URL 貼っております。はい。ということで、先週お休みしましたけども、なんかね、1週間休んだだけでえらい長いこと休んだ気がするんですよね。まあ、その1週間が2週間になってるから、2週間空いたって半月ですもんね。はい。ということで、頑張ってやっていきたいと思いますので、
YouTube チャンネル登録、そして、この動画の評価お願いいたします。そして、動画内でもろもろお伝えしましたね、トラリピのどうちゃらこうちゃらとか、あとねちょっとね最近もブログがちょっと更新頻度自分でもちょっと落ちてるなと思ってちょっと頑張り始めたんで、よければあのこちらの、ブログの方もこの動画概要欄に、URL 貼ってますので、ブックマーク等に入れていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。